どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は呪術廻戦単行本25巻にて新たに過失修正判明した事実について、単行本とジャンプ掲載時の内容を見比べながら全部で3個解説考察していこうと思います。誤字の修正や読み仮名の訂正といった細かな点は含んでいませんが、他にもお気づきの点があればぜひコメント欄で教えてください。動画の内容が少しでもいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録していただけると動画作りのモチベーションになりますので、何卒です。それでは早速やっていきましょう。なお、単行本とジャンプ掲載時の内容を見比べる際は、左に単行本、右にジャンプ掲載時の内容をそれぞれ載せていきます。第220話、自情自爆にて裏梅の名前が明らかになりました。飛騨霊山城会を訪れ、死滅回遊に強制的にルールを追加した賢者。ジャンプ掲載時には下等すぐる、伏黒恵みを除く全プレイヤーの死亡をもって死滅回遊を終了するとなっていましたが、単行本では下等すぐる、伏黒恵み、氷見しおりを除く全プレイヤーの死亡をもって死滅回遊を終了すると修正されていました。現在の賢者サイドの主な術師は賢者、宿儺、裏梅の3人ですから、この氷見しおりというのが裏梅というより裏梅の肉体の名前だと思われます。賢者が賢者としてではなく、下等すぐるとして死滅回遊に登録されているところを見ると、死滅回遊としてはあくまで肉体の情報をプレイヤーとして認識していると思われるので、ここで登場した氷見しおりという名前は受注ハック裏梅が受肉した肉体の名前でしょう。ここでわざわざ裏梅の名前を過失したのは、ジャンプ掲載時のままだと死滅回遊を終了させるためには裏梅も殺す必要が出てきてしまうからです。そのため、この後のマキやウイウイのセリフも賢者と宿儺から賢者と宿儺たちといった風に修正されています。同じく第220話の賢者のセリフ、飛騨霊山城会内部を歩む天元との会話が一つ追加されていました。ジャンプ掲載時には、それでは天元との同化の鳴らしに使った境界が消えてしまうからねで終わっていた会話に、プレイヤーの全滅をわざわざ条件に盛り込む理由は、縛りの関係でね、私自身が死滅回遊の終了に疑念を抱いてはいけないんだというやり取りが追加。少々複雑なやり取りですが、死滅回遊はもともと賢者が始めたデスゲームであり、永続する儀式そのものを成立させるために賢者自身も相当な縛りを負っていると第145話で天元が推察していました。これはつまり、そもそも死滅回遊を始めた賢者本人が死滅回遊を永続するゲームとして設計しているにもかかわらず、自身が追加したルールが明らかに死滅回遊を終了させてしまう場合、設計時の狙いに矛盾が生じてしまうからです。あくまで賢者自身は死滅回遊は永続すると思っていることが条件であり、賢者たちを除く全プレイヤーがたまたま死んでしまったら、それは死滅回遊を続けられなくなるから仕方ないよねという状況を作り出そうとした、それを明示的にするために天元との会話を追加したのではないでしょうか。非常に回りくどいですが、こうしておかないとゲーム開発者がゲームを終わらせようとしていると捉えられ、縛りに反してしまうため、なるほどなといった感じです。第222話、予兆にて描かれた虎杖と草壁の修行シーン。ここで虎杖が草壁に向かって、そろそろつかめよ虎杖と意味深なセリフを発していたことから、虎杖と草壁が魂を入れ替えたのではないかと考察されていましたが、222話と223話の間に描かれた虎杖のラフ画に、若いな、体が軽いというセリフが添えられていました。虎杖が自分のことを若いなぁと言うはずがないので、この時の虎杖の肉体には草壁の魂が入っていたと考えてほぼ間違いないでしょう。そろそろつかめよ虎杖のセリフも修正されずにそのままになっていたので、虎杖の魂入れ替えについてはほぼ確定と言っていいのではないでしょうか。これが虎杖の術式によるものなのか、あるいは第三者の術式によるものなのかは分かりませんが、わざわざ肉体を入れ替えて訓練を行っていたことを踏まえると、現在ジャンプ本誌で展開している VS 宿儺戦で回収されるのがますます楽しみになってきますね。虎杖に関しては受体育想像を食らって強化された可能性も残されていますから、この点についても注目しながら今後の展開を追いかけていこうと思います。今回の動画はここまでです。このチャンネルでは呪術廻戦を中心にジャンプ漫画の解説考察動画を緩く発信しています。深く分かりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしなにー。